はい。えー、皆さん、こんにちは。えー、今回何に関して言及させていただきたいかというと、えー、っとですね、いわゆる、えー、イギリスでね、変異種が見つかって、それが日本で市中感染が広まったという件と、あとは、新型コロナのワクチンに関してですね、今回、えー、言及させていただきたいと思います。えー、新型コロナのワクチンに関してはね、昨年10月、11月、数ヶ月前から自分自身が、ね、言わさせていただいていることでその通りなんだけど、えー、まずちょっと変異種からね、言及させていただきたいと思います。イギリスでということでね。まあ えー、SNS なんかで結構交流してる方の中に、まあ、息子さんがじゃあ、海外留学してということでね、イギリス留学してと帰国された方がいて、その後まあ、迎えに行ったらいいけど、その後飲食店利用して大丈夫かなって、正直思ったんだよね、その本来であれば、前も伝えさせていただいた通り、2週間、えー、自宅要請ということで、だからお店とか行っちゃいけないしね、そのまま直に家に行って、そこでもう2週間待機,、ね、待機するっていうのは重要だと思うんだよね。 そこができないとやっぱりダメなのかなって正直思うんだけど、まあ、えー、この新型コロナの変異種ということでね、えー、今市中感染が広まってるということなんだけど、市中感染が広まってるとはいえ、なんか見覚えがないとは言ってもね、じゃあ全くもって家から出ずに、どこどこの店利用したり、誰か会わなかったりとかね、そういうことしてないってことはないと思うんだよね。じゃあ全くそうしてない人が、じゃあかかったら、それは不思議だけど、何、えー、かしら外に出て、 誰かと会ったりとかね、えー、どこか食事に行ったりとかしてるのは事実だと思うんだよね。そこでどこかしらでう,う,う映っているのは事実かなって感じがします、ね。必ず接触者いるわけですから、えー、それを媒介しているのが、えー、実情じゃないのかなって感じがします、うん。まあ言えない事情もあったりすると思うんだよね。ただまあね、えー、いわゆる変異種ということでありますけど、あそうで空港のやつに関してね、空港で先日ドイツから帰国した えー、自分の知人からいろいろ話を聞いてね、ねこれも動画で出させていただいたんで、ぜひ見ていただきたいんだけど、えー、その方いわく、あのー、空港で、えーまあ、ドイツから、ヨーロッパから、ヨーロッパって結構感染広まってるじゃないですか、その中でも、イギリスに行ったか行ってないか、特にここに警戒してたらしいですね、空港で検疫で、それやっぱり変異種が今、見つかったということで、イギリスから入国する人、特にやっぱりね、かなり警戒してたのかなって感じはします、そこら辺があります。 で、その中で、前々からお伝えさせていただいたんだけど、まあ、本来であればね、結局あの、自宅待機要請ということで、要請であってね、これ、強制的なものじゃないですよね、だから本当はここら辺がしっかりと本をやらないといけない、特捜を改正しないと、それがなかなかできないっていうのはあるんだけど。 えー、その中で空港を到着して監視する人いないから公共交通機関を使って帰る人もいれば、えー、もしくは自宅要請2週間待機してくださいとそれを守らない外に出てしまってその中で他の人と会って、えー、広めてしまうという事例があってですね、えー、そこら辺が本来であれば特措改正と求められるものですね、えー、だけどもここまで来たら多分やらないでしょうね。うんだからまあ 変異種に関しては確かに怖いですけどね。だからそのいろんな種が入ってくると、まあ結構感染者が増えていくのは実情だし、怖いんだけど、ただまあ変異ですから、まあワクチンなんかもそれに対してまあ対応できるものだから、そこまで心配することは正直ないかなって感じはします。よくこの視聴者もだからね、大丈夫ですか変異が広まってますっていうふうに言ってますけど、ここはまず落ち着きましょう。で、次はワクチンです。ワクチンに関しては前々から伝えさせていただいてました。うん。これは、 数ヶ月前からずっとさせていただいていることなんだけど、まあ3月、2月の終わり、3月から出回ってきます。最初はね、医療従事者、優先順位があります。医療従事者、高齢者、まあ、いわゆる重症化しやすい。まあ医療従事者は医療に関係して感染する可能性もあるからね、その中でやっぱ重要ですよね。で、高齢者とか、もしくは、えー、基礎疾患ない方、まあ、いわゆる、まあ、持病がある方々に関しては、その方々もやっぱり重症化しやすい。 えー、わけであって、えー、そういいった人も優先順位は高いです。そこから次に一般人になるので、一般人に普及してくる頃っていうのは、まあ、4月ぐらいかな、えー、かなかなって感じがします。なので、そ、え、のー、少し待ったなければならないんだけど、今1月の18日ですよね。だから、 あと数ヶ月の辛抱です。皆さん。数ヶ月の辛抱ね。だから、あまり気落ちせずに、えー、乗り切るべきだし、あとは、じゃあ今がね、今緊急事態宣言出されてるわけだから、えー、このね、12都道府県か、12都府県か。で、えー、その中で、えー、そこはね、今感染しないように皆さんねしていただきたいといあと数ヶ月の辛抱だから、ね、そこだけ辛抱していただいて、お願いしたいと思いますね。はい。 だからまあ気落ちされている方とかね、この間生配信の時にちょっと酔ってたんで、すべての人は答えて,てなかったかもしれないんだけど、どうやったらそういった精神を保つことができますかという点ね、これに関しては、まずはね、落ち着きましょう、戦争のときは考えてください、空襲でね、来て亡く,なる可能性ある亡くなる可能性高かったし、じゃあ戦地に赴ってね行かなきゃいけなかった、その中で死ぬ,のがほと死ぬ方々がほとんどでしたから、 それに比べたら今はどうでしょうか食べることもでき、ひもじいものもしないし、インターネットもできるし、ね、ないろんな情報を、ね、いけるわけであって、全然ましですね。そして、数ヶ月後にはもうワクチンが普及してくるので、えー、それだから大丈夫です。はい、あ,のあんまり気をつけて、ただね、本当にあんまり軽んじすぎないでほしいんですよ。これはなぜかっていうと、かかってしまって後遺症で苦しんでいる人が少なからずいますので、かからないように気をつける。そして自分がかかって、他の人にうっさないってことを、 心がけていいたただきたいんですねここはやっぱり結構重要なことかなって感じはするんで、えー、そこをちょっとお願いしたいかなって感じはします。ということで今回ね、えー、いわゆるイギリスの変異種が市中感染が広まっている点と、えー、ワクチンに関してですね、えー、言及させていただきました。だからワクチンが打ってね、まあ、日本は優先的な順位ということになってるわけだけど、えー、6月終わりまでにはほとんどの人が大ワクチンね、希望する人、ほとんどの人がワクチンを打てる状態になってます。その中で4月以降にオリンピックが開催されて、 えー、これは外国人を受けなきゃいいと思うんだよね、俺はねあの選手だけ、け入れてね、日本人の観光客だけでやればいいと思ってるんだけど、えー、その中で、世界に、えー、打ち勝ったっていうね、新型コロナに打ち勝ったっていう、日本を発信して、再び東京オリンピック、前回の東京オリンピックの高度の経済成長期であ、これ、ガーッとのバブルとは伸びましたよね、同じように日本が伸びていく時代になりますからね、皆さん頑張っていきましょう。とね